ティアン、皆さんおはようございます。ただいま定息数に達しておりますから、平成30年第2回森山市議会定例会を再開いたします。日程配慮に先立ちまして諸般の報告をいたします。本日3番田中久人君ほか7人から意見書第3号、2番渡辺邦夫君ほか6人から意見書第4号、10番新野文雄君ほか7人から意見書第5号が提出されております。よろしくご審議のほどお願いいたします。以上で諸般の報告を終わります。これより本日の会議を開きます。日程第1議員第43号から議員第52号までおよび議員第54号を一括議題とし、各常任長から審査結果の報告を求めます。まず総務常任長の報告を求めます。総務常任長。ただいま議長のご指名をいただきましたので、総務常任委員会の審査結果のを報告いたします。本定例会におきまして、当委員会に付託を受けました案件は、議第43号平成30年度森山市一般会計補正予算第2号分割審議第1条歳入歳出予算の補正のうち、歳入全部、歳出間4、衛生費第2条地方債の補正、議第45号森山市税条例等の一部を改正する条例案、議第46号森山市都市計画税条例の一部を改正する条例案、以上、予算案件1件、条例案件2件の計3件でありました。今期定例会休会中の去る6月15日の午前9時30分から当委員会を開催し、理事側より副市長をはじめ関係部課長の出席を求め、詳細な説明を受け、活発な質疑応答を繰り返し、慎重審議の結果、議第43号、議第45号および議第46号はいずれも全会一致で原案の通り可決すべきものと決しました。以上、総務常任委員会の審査結果の報告を終わります。ただいまの総務常任委員長の報告に対する質疑はありませんか。ないようでありますので、次に文教福祉常任委員長の報告を求めます。文教福祉常任委員長。ただいま議長のご指名をいただきましたので、文教福祉常任委員会の審査結果をご報告いたします。本定例会におきまして、当委員会に付託を受けました案件は、議第43号平成30年度森山市一般会計補正予算第2号分割審議として、第1条歳入歳出予算の補正のうち、歳出換算民生費、間受教育費、議第44号平成30年度森山市病院事業会計補正予算第2号、議第47号森山市立図書館の設置及び管理に関する条例案、議第48号森山市市民プールの設置及び管理に関する条例を廃止する条例案、議第50号森山市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例案、議第51号森山市介護保険条例の一部を改正する条例案、議第45号、失礼しました、議第54号、契約の手続きにつき議決を求めることについて、以上、予算案件2件、予算条例案件4件、その他案件1件の計7件でありました。今期定例会
休会中の去る6月18日の午前9時30分から当委員会を開催し、理事者側より副市長、教育長をはじめ関係部課長の出席を求め、詳細な説明を受け、活発な審議応答を繰り返し、慎重審議の結果、議第43号、議第44号、議第47号、議第48号、議第50号、議第51号、および議第54号は、いずれも全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。以上、文教福祉常任会の審査結果報告を終わります。ただいまの文教福祉常任長の報告に対する質疑はありませんか。内容でありますので、次に環境生活都市経済常任長の報告を求めます。環境生活都市経済常任長。ただいま議長のご指名をいただきましたので、環境生活都市経済常任委員会の審査結果をご報告いたします。本定例会におきまして、当委員会に付託を受けました案件は、議第43号平成30年度守山市一般会計補正予算第2号、分割審議とし、第1条歳入歳出予算の補正のうち、歳出官2総務費、官6農水産業費、議第49号守山市農村総合センターの設置及び管理に関する条例を廃止する条例案、議第52号守山市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例案、以上、予算案件1件、条例案件2件の計3件でありました。今期定例会休会中の去る6月19日の午前9時30分から当委員会を開催し、理事者側より副市長をはじめ関係部課長の出席を求め、詳細な説明を受け、活発な質疑応答を繰り返し、慎重審議の結果、議第43号、議第49号および議第52号はいずれも全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。以上、環境生活都市経済常任委員会の審査結果の報告を終わります。ただいまの環境生活都市経済常任長の報告に対する質疑はありませんか。内容でありますので、各常任長の審査結果の報告並びに報告に対する質疑を集結いたします。これより討論を行います。討論はありませんか。内容でありますので、これをもって討論を集結いたします。次に議第43号から議第52号までおよび議第54号について一括して採決いたします。本件に対する各常任長の報告はいずれも可決であります。本件は各常任長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。ご異議なしと認めます。よって議第43号から議第52号までおよび議第54号については各常任長の報告のとおり決しました。日程第2、意見書第3号から意見書第5号までを議題といたします。事務局長をして議件を朗読いたさせます。事務局長。はい。朗読いたします。意見書第3号、精神障害者の交通運賃割引に関する意見書。意見書第4号、
琵琶湖大橋通行料のワンコイン化を求める意見書、意見書第5号、幼児教育・保育の無償化の実施については、自治体の実情を踏まえ、必要な支援措置を講じることを求める意見書、以上。それでは、意見書第3号について、提出者から提案理由の説明を求めます。3番、田中久人君。ただいま議長のお許しを賜りましたので、意見書第3号、精神障害者の交通運賃割引に関する意見書の提案理由を説明させていただきます。提出者といたしまして、森山市議会議員田中久人が提出をさせていただきます。また、賛成者といたしまして、森山市議会議員国枝俊孝議員、同じく藤木武議員、同じく山崎直樹議員、同じく小牧和美議員、同じく渡辺邦夫議員、同じく赤渕義孝議員、同じく新野文雄議員、以上の各氏よりご賛同をいただいております。それでは本文の朗読をもちまして、提案理由とさせていただきますので、よろしくお願いいたします。精神障害者の交通運賃割引に関する意見書。障害者に対する交通運賃割引は、身体障害者については昭和25年から、身体内部障害者は平成2年から、知的障害者は平成3年から実施されている。これらの運賃割引を実施している交通機関等事業者は現在、JR、民間鉄道、航空、旅客船、バス、タクシーのほか、高速道路にも及んでいる。しかし、精神障害者については、平成9年から平成10年当時、精神障害者家族の全国団体が JR 運賃の割引を求めて大規模な署名活動を実施したが、割引は実施されず、以後一部のバス、民間鉄道事業者が割引を行うようになったものの、精神障害者が除外されている状態は基本的には変わっていない。精神障害者家族会の全国組織である全国精神保健福祉会連合会が実施したアンケート調査結果、回答者約4800人によると、精神障害者の1ヶ月の平均収入は約6万円、そして無年金者は約 20% に上る。そして交通費の負担が大変なため、作業所に行くのをやめた、どこにも出かけないようにしている、外出は自転車で行ける範囲、という深刻な状態にある方が多数いることが明らかになっている。近年、障害者関係の法制は集中的に整備されている。とりわけ平成26年2月に政府が批准した国際法、障害者権利条約では、その第20条に、障害者自身が自ら選択する方法で、自ら選択する時期に、かつ負担しやすい費用で移動することを容易にすることと明記し、第4条に、障害者に対する差別となる既存の法律、規則、慣習及び慣行を修正し、または廃止するためのすべての適当な措置を取ること、この条約と両立しないいかなる行為、または慣行も差し控えることと謳っている。この規定によれば、交通機関事業者が運賃の障害者割引制度から精神障害者だけを除外することは明らかに条約に違反する行為であり、このような状態に対する是正指導は政府行政の責任でもある。よって精神障害者に身体障害者及び知的障害者と同等に交通運賃割引が適用されるよう是正指導、勧告等の措置を行うことを強く要望する。以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。平成30年6月21日、森山市議会議長、森高康、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、
内閣官房長官、国土交通大臣、経済産業大臣、厚生労働大臣宛て、以上、皆様のご賛同を賜りますことをお願い申し上げまして、提案理由の説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。続いて意見書第4号について提出者から提案理由の説明を求めます。2番渡辺邦夫君。ただいま議長のご指名を賜りましたので、意見書第4号、琵琶湖大橋通行料のワンコイン化を求める意見書についてご説明を申し上げます。提出者は私森山市議員渡辺邦夫、またこの意見書にご賛同いただいておりますのは森山市議会石田誠三議員、同じく国枝俊孝議員、同じく藤木武議員、同じく藤谷茂子議員、同じく渋谷茂子議員、同じく小牧和美議員、同じく赤渕吉隆議員のご賛同を賜っております。それでは本文の朗読をもちまして提案理由とさせていただきますので、よろしくお願いをいたします。琵琶湖大橋通行料のワンコイン化を求める意見書。琵琶湖大橋は滋賀県民の願いであった県の東西をつなぐことによって利便性の飛躍的向上、県政の均衡の取れた発展及び琵琶湖観光の推進を図るため、1964年9月に供用開始され、本市の北の玄関口である北部地域の活性化はもちろんのこと、県下全体の発展に大きく寄与しているところである。その後、1994年には4車線化され、通行料の徴収期限は2021年9月27日までとされていたところである。このような中、知事は2015年6月県議会において橋の耐震化の推進と渋滞緩和のための現道の4車線化などを理由に有料継続を表明され、国の認可を受け2016年4月から通行料を普通車で200円から150円に、軽自動車で150円から100円に引き下げられるとともに、通行料徴収期限を2029年8月4日まで8年間延長されたところである。現在琵琶湖大橋は市内北部市街化区域をはじめ多くの市民が通勤通学はもとより、地域経済活動に欠かせない利用実態があり、ここ数年の交通量の増加傾向も踏まえて利用者への配慮から通行料の低減及び利便性向上を強く求めるものである。 1.ETC 導入に合わせて普通車の通行料をワンコインとすること、橋の耐震化及び渋滞緩和等を早期に完了すること、以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出する。平成30年6月21日森山市議会議長森高志、滋賀県知事、滋賀県道路公社理事長宛て、以上、議員の皆様のご賛同を賜りますようよろしくお願いをいたします。続きまして、意見書第5号について、提出者から提案理由の説明を求めます。10番、新野文雄君。ただいま議長のご指名を賜りましたので、意見書第5号、
幼児教育・保育の無償化の実施については、自治体の実情を踏まえ、必要な支援措置を講じることを求める意見書の提案を説明をさせていただきます。提案出題といたしまして、私、新野文雄、賛成者につきましては、森山市議会議員、国枝俊孝議員、同じく藤木武議員、同じく渋谷茂子議員、同じく小牧一美議員、同じく渡辺邦夫議員、同じく赤渕義隆議員、同じく今井薫議員、各市の賛同をいただいております。ただいまから意見書を朗読させていただき、説明とさせていただきます。幼児教育・保育の無償化の実施については、自治体の実情を踏まえ、必要な支援措置を講じることを求める意見書、政府においては、昨年の12月8日に新たな経済政策パッケージを閣議決定し、少子高齢社会に対応するため、生産性革命と人づくり革命に取り組んでいく方針を打ち出し、その柱の一つである人づくり革命では、待機児童の解消と合わせて、女性の就業率の向上による子育て環境の整備として、幼児教育・保育の無償化の実施とともに、増加する保育ニーズに対応するため、子育て安心プランを2年前倒しし、平成32年度までに32万人の保育の受け皿を整備する方針としている。全国的に人口減少社会に突入する中において、本市を含む湖南地域においては、近隣に大阪、京都等の大都市圏を抱え、現在も人口が増加している稀有な市であることから、子育て世代の流入が進み、保育ニーズ量は年を追うごとに右肩上がりの状況が続いている。このような状況から、本市では特に保育ニーズの増加が著しい低年齢児に特化した即効性のある対策として、小規模保育所や家庭的保育室の設置を促進する中で、受け皿の拡充に取り組んできたところである。また受け皿の拡充とともに、市独自施策により保育士の確保と定着化に取り組むものの、本市を含む湖南圏域における保育士の有効求人倍率、平成30年1月時点は全国平均 3.38 倍をはるかに上回る 7.6 倍であることから、その確保に大変苦慮している状況である。女性の就業率のさらなる向上とともに、平成31年10月からの幼児教育・保育の無償化の実施により、これまで以上の保育ニーズが想定されるため、受け皿の拡充はもとより、早急に保育士の確保と定着化に向けた対策が必要不可欠である。このため、幼児教育・保育の無償化の実施については、自治体の実情を勘案する中で、下記の事項に関して必要な支援措置を講じることを強く求めるものである。1、国による財源の負担と人材確保。国において幼児教育・保育の無償化を実施するにあたっては、必要となる施設整備費、人材確保のための経費等の施設運営費等、地方に財政負担を求めることなく、国において全額負担すること、合わせて幼児教育・保育人材の育成や潜在保育士等の掘り起こし等においても、さらなる賃金改善とともに、所長簿の簡略化等の業務の省力化、さらには魅力ある職場としてイメージアップの措置等、積極的に実施すること。2、人材確保に苦慮する地方団体への特段の支援。人口増加地域にある本市においては、保育ニーズ量の増加、保育士等の大都市圏への流出の両面から保育士等の確保に苦慮し、毎年独自の対策を講じるものの、待機児童の解消には至っていない。このような中で、無償化が実施されれば、さらに多くの待機児童が生じるとともに、保育施設を利用できない待機児童の保護者から、保育に関わる金銭的保障を求められる可能性を危惧する。このため、本市のような地方都市のうち、待機児童数が多い自治体に対しては、
緊急的な保育士等確保のための特段の財政支援を行うこと、3、保育の質の担保と保育士定着化に資する保育士定数の改善、現行の保育士配置基準は8時間保育を基本とする中で配置定数が定められている。しかしながら保育所の解消時間はおおむね11時間となっており、さらには11時間を超えて延長保育等のサービスを利用する児童も増加している。現行の保育士定数は11時間保育に対応しておらず、現定数の配置では8時間保育とともに保護者対応と膨大な書類作成等に追われ、しっかりと児童に向き合えない状況にある。さらには常勤保育士の時間外勤務が常態化し、休息時間や有給も取得できない状況にあることから、年々離職者が増加している。このような状況を改め、保育の質の担保と保育士の定着化を図るためには、早急に現状に即した保育士配置基準の見直しを行うこと、育児休業等の延長にかかる制度改正、育児休業の取得及び育児休業給付金の期間延長には、雇用主等に待機児童であることを証明する入所保留通知書の提出が必要なことから、保護者は保留通知の取得目的に入所の申し込みをされるため、待機児童の増加を助長する結果となっている。このようなことから、保護者の希望に応じて子どもが2歳になるまでの育児休業の取得延長と育児休業給付金の受給できる制度とすること、5、家庭での養育の重要性等の啓発、保育所入所条件には休職中の方を含んでおり、無償化に伴い働く意欲がないにもかかわらず保育所利用を目的に休職中として申請を行う方が出てくることが懸念され、結果として保護者の子育て放棄を助長し、子育てモラルの崩壊につながりかねない恐れがある。加えて、これまで対価によって得ていた保育サービスが無償化により権利となり、権利意識の増長によりクレームの一層の増加が懸念される。このようなことから、家庭での養育の重要性とともに適切な保育サービス利用に向けた啓発を行うこと、以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出する。平成30年6月21日、森山市議会議長森高康、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、内閣官房長官、文部科学大臣、厚生労働大臣、内閣府特命担当大臣、少子化対策担当宛て、議員各位のご賛同よろしくお願いを申し上げます。暫時休憩いたします。